アディネーラ・フサリアは、ポーランドの自動車会社アディネーラ社が、初めて製造する自動車で、同国発のスーパーカー。フサリアの名は、ポーランドの有力重機兵、フサリアにちなんでいる。2012年に、プロトタイプが公開された。2012年7月18日、アディネーラ社は特別版として、シリーズ33を発表。33台限定生産だが、 何度も延期され2016年後の到着予定となっている。フサリアの開発にあたっては、イギリスのカーデザイナー兼、カーエンジニアであるリー・ノーブルが深く関与している。ノーブルは、外装デザインとシー製造を受け持ち、監査役かつ株主の一人でもある。ドリームチーム、リンラオートモティブ SA、ARRINERA.com。R R I N e R 2012年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年10月21日閲覧テクノロジーリンラオートモティブ SAAARRINERA.com2012、e、年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年10月21日閲覧テクニカルスペシフィケーションズリンラオートモティブ SAA arriner.com a,、R R I N e R、a. Com 2012年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年10月21日閲覧リンラサプルカーダブッツフッサリャネームモートラソーラティ2017年10月21日閲覧2015リンラフッサリャ33トップスピード2017年10月21日閲覧 ありがとうございます。